はい、どうもトワルーです。はい、今日なんですけど、今日はですね、こちらですね、DJ 社長さんがですね、先日動画アップロードしておりまして、そこにですね、会社法ですね、会社法上の問題点が様々あると思いますので、そちらに関する説明をしていこうと思います。そして僕普段ですね、行政書士というふうな資格があるんですけれども、行政書士試験ですね、そちらが11月にまであるんですけれども、そちらのですね、資格試験の先生をやっております。もともと19歳の頃からずっと講師をやっていたんですけれども、今で現在11年ほど講師をやっておりまして、現在は主にですね、行政書士試験の資格試験の受験生指導に関する動画をですね、日々アップロードしていますので、もしよかったらですね、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。そして本日はですね、レペゼン地球のですね、 DJ 社長さんがですね、昨日動画を上げておりまして、その株ですね、株式に関する部分でですね、争いがあったということなので、そこに関するお話をですね、会社法上の諸問題に関するお話をしていこうと思いますので、今回のこの動画をきっかけにですね、例えばその行政書士試験目指してみようかなと思ってもらえたりだったのか、それがあると嬉しいなと思っておりますし、あとですね、受験生ですね、もうすでに受験を決意されている方にとってもですね、会社法って非常に大事ですので、そこに関するお話をですね、やっていこうと思います。そしてまずですね、どういうふうな事案かに関するお話をしていくんですけれども、ケースに関してはこんなところですね、まずですね、H さんという方が出てくるんですけれども、この方はですね、当初このレペゼン地球の DJ 社長さんとですね、一緒にその会社をやっていこうということでですね、やっていた方なんですけれども、この H さんですね、株主としての権利を行使されたわけですね。で、それによってですね、レペゼン地球の権利ですよね、歌に関する権利とか、それがですね、もう全てもう持ってかれると、ということで、あとですね、 DJ 社長ですね、ダイエットですけどね、代表取締役ですけれども、 DJ 社長もですね、解任されそうだとなっているわけですね。その結果として、現在レペゼン地球はですね、名前を変えてと、そしてキャンディーフォックスですかね、として活動しているということですね。とで、これどういう話かっていうとですね、もともと H さんはですね、経理担当ということですね、やってたんですけれども、その通りですね、レペゼン地球 DJ 社長はですね、本当にたくさん借金があったんですね。いろんなことをやっていてですね、会場を抑える費用とかいろんなお金がかかってきて、6000万円の借金を抱えていたわけです。で、おそらくは僕のこれ推測ですけれども、この当時の若さで6000万、となってくるとですね、おそらくいろんなところから借りてるんだろうなというところですね、推測できるところですけれども、とりあえずたくさん借金を借りていると。だからどうするかっていうと、H さんがですね、一緒にその会社をこう作って、とそれで今後のことのサポートをしていくということで、資本金100万円で会社を作るということを、ね、したわけですね。で、この時に株式の割合が大事で、当時 H さんがですね、ほぼほぼ全株を保有していたわけですね。ここら辺事実関係明らかではありませんけれども、こういう流れですね。まず H さんが 51% で、 DJ 社長が 49%、 この数が非常にポイントで、要するに H さんだけでもう過半数の株式持ってるんですね。これが非常に重要でございます。そしてと、ただとなお借金を返済した後に、この 51% 分も当時資本金と100万円で会社作っていますから、おそらくはこの100万円に関してはエイジさんが出したと思うんですけどね。で、この100万円をですね、返してくれれば、それによって株式もこう売買しますよというふうな合意があったというふうにされています。おそらく裁判ではここですね、この合意が本当にあったんでしょうかというところが争われていくわけですね。したがってこの合意に関してはレペゼン地球の DJ 社長側はですね、立証責任を負うわけですので、その売買合意ですよね、に関する LINE であったりとか音声とか、そういう証拠があるかどうかっていうところが一個ですね、かなり大きな争点となってくるわけですね。そしてと H さんはですね、退職金と信用1800万円、そしてレペゼン地球の権利印税等々ですね、要求してと、今現在 DJ 社長をですね、解任しようとしているということです。ただこれですね、 H さんこの 2,3 年の中でですね、いろんなことがあってと、なぜなら数千万円の買いの動きがありますよというふうなこともあったりだったとか、あとはこのね、メンバーですね、息子に対してですね、メンバーです、例えばその銀太さんとかそういう方々のですね、メンバー以上に金銭を与えていたんではないかということがありました。つまりメンバーに対してはですね、給料が月10万円ほどらしいんですけれども、一方息子に対してはですね、何の仕事もやっていないのに、息子に対しては月200万円渡していたというふうな疑いもかけられていると、ということはですね、これはH さんのその立場を踏まえていきますと、業務上横領として
ですね、刑事罰を負う可能性もあるということでございますと。ではじゃあこういうふうな事実関係があった上でですね、僕のこの言葉によって若干事実がふわっとする部分もあるかもしれませんので、もともとの動画ですね見てほしいんですけれども、じゃあこういうふうにそもそも代表取締役の選任をですね解任するっていうこと、そんなことってあるんですかとなるんですけど、これでも結構あるんですよと。で、具体例ってどういうケースかっていうと、例えば M&A とかですね、あるいは相続とかによって株式を取得しますとかというケースで、誰かがですねその会社を私物化しちゃうっていうケースがあるんですよ。例えばすごいいい会社があってですね、それでその社長さんですね、代表取締役、もちろんこれ代表取締役イコール社長ではないんですけれども、一応まあそこは一旦置いときますけれどもね、とりあえずその代表取締役である方がですね亡くなって、それでその相続によってその子の子供がこの代表の地位をつくみたいなことがあったとしましょう。そうするとその子供って基本的にはですね、そういう経営というかの能力っておそらくないと思うんですよ、したことがなければ。したがってですねそういうふうな経営ができなくて、自分でその会社のお金をですね経費使いまくっちゃってですね私物化しちゃうというケースが考えられます。そうなってきてその結果として業績悪化するわけですよ。そういうふうな時にですねこの代取辞めさせるみたいなという流れになることってあるわけですね。したがってこれですね会社法の339条という条文がありますけれども、339条という条文によると、役員及び会計監査人はいつでも株主総会決議によって解任することができるんですよ。で、ここで言われている役員っていうのはですね、会社を329条1項によると取締役、会計参与及び監査役っていうふうに、ね、なってますので、したがってですねこの339条とかによってですね、取締役、会計参与、監査役、会計監査人あたりはですねいつでも株主総会決議によって、ね、解任ができるんですよね。この人間ふさわしくないということで解任することができるわけです。したがってこれはもう株主総会決議で解任ができるんですよね。ただ原則的にですね、原則この取締役会設置があるならば、この取締役がですね株主総会のこの招集とかしていくわけなんですけれども、ただまあですね一応その話一旦置いておきます。そしてとじゃあこの株主総会決議なんですけど、この決議っていうのは普通決議なんですよね。決議方法様々ありましてですね、普通、特別、特殊ってあるんですね。そしてこの行政書試験の受験生はですね、普通決議、特別決議、特殊決議、その3つの違いですよね。定則数とその勝つための要件というか、この2×3ですね、とこに関してはしっかり頭に入れておく必要性がありますし、特に特殊決議とかに関してはまあ特殊なんですよね。であるのでそこの箇所もですねしっかり理解する必要性はありますし、要するに議決権要件だけではなくてその人間の頭数も見ていくっていうものがあるんです。だからそこの箇所は勉強する必要性があるんですね。で今回この話に絞って説明をしていくと、普通決議なんですよね。けれどこの解任に関しては縛りがあるんですね。 それがこれですね、341条です。でこの条文によると、309条1項の規定にかかわらず、役員を選任者または解任する株主総会決議というのは議決権を行使することができる株主の議決権過半数を有する株主がまず出席することですね。出席すること、これを定則数って言いますけれども、まずは議決権過半数が出席していること、そして出席した当該株主の議決権の過半数ですね、出席株主の議決権の過半数でやりましょうなんですよ。でもちろんこれは定款によって変更は、ね、若干できるんですけども、ポイントは過半数です。つまり過半数の賛成があればそれで可決できるんですよ。ということは過半数の株式を持っているということはもう自分の意向だけで決議可決できるんですよ。したがってもし A さんが 51% 持っていてですね、そしてその 49% というかその部分に関するですね、譲渡の合意というか、借金返済が完了したらこれは100万円で売買しますよという合意の存在が立証できなければ H さんが 51% 持っているので、その結果として H さんだけで代取解任決議賛成しちゃうとそれでもう決議通っちゃうんですよね。したがって H さんによって代取解任ができるんですよっていうことになっているので、だからこそこの DJ 社長がですね解任されたんですよね。で、この309条1項との違いは何かっていうと、結局ですね、定款による割合の変更に上記の制限がかかってくるんですね。このまあ制限として、過半数過半数です。定則数過半数、決議要件過半数なんですけども、この解任とかに関してはですね、定則数は3分の1までしか下げることができないんですよね。っていうのはそれはそうですよね。選任解任というのは非常に大事です。非常に大事だからこそ下げる、ゼロにはできないんですよね。っていうことがあったりします。じゃあ、こういうようなことがあったときに、次、DJ 社長側からすると、どういうこと
反撃するんですかってなってきますよね。そうするとこの反撃に関して2つですね。まず1つ目が株式譲渡合意の存在を立証すると、でもう1個が損害賠償請求ですね。で1つ目なんですけど、株式譲渡の合意です。つまりこの A さんと D 社単位ではですね、創業当初ですけれども、その借金返済が完了すると、それによってですね、株式を100万円で譲渡するっていう風な売買、将来的な売買の約束があったと。ということがもし立証されると、それによって H さんはですね、株式の数が 51% ではなくて 0% になるわけですね。ということはこれは 0% でいうことはですね、そのもう H さんは株主ではないわけですよ。したがってそういう株主総会の招集とかを、してくださいっていう風な要求とかをですね、することができるんですけど、株主の地位ではない以上はそういうこともできなくなるわけですね。したがってもし仮に株主総会が開催されたとしてもですね、0% ですか。したがって社長が 100% ですから、なのでもう社長の意向で決まるんですよね。となってきますので、この株式の譲渡に関する合意の存在、それをどこまで立証できるか、これがすごい重要だと思うんです。ただですね、これおそらくはそこの立証の部分に関してなさそうな感じが僕はなんとなくしていて、やっぱりその株こう争いがなってからですね、こうカメラ回すとかしてたんですけどね、 DJ 社長の動画見ていると。で、僕のこの話は全部その動画に基づいた自分自身の試験だったりとかも入っていますので、それもご了承いただきたいんですけど、やっぱそういうのがあってですね、おそらくその当時はもうとにかく借金を返したい一心というか、借金をとにかく返したいっていうような気持ちがあってですね、それで、こういうふうその助けてくれるってことがあったわけですから、ありがとうございますってこの話ですよね。ってことなので、その時にそこまでこう回ってなかったと思うんです。しっかりこの存在に関して書面残しておこうとか、もちろん契約っていうのは口約束口頭でも成立するんですよね。売買契約とかに関しても売ります買いますっていうようなこの口頭でも成立はするんですけど、それを後ほど実際あったことを立証するために売買契約書とか書面取るわけですけども、そういうふうな書面とかがあるのかなみたいな話はちょっとね思いますよね。でこの行政書士の受験生からすると、この書面性に関して結構大事ですからね、しっかり覚えておきましょうね。保証ですよね。保証と売買では書面を位置づけて違いましたよね。売買に関しては証拠なので口頭でも成立するんですけれども、保証っていうのはそもそも書面を取らないと成立さえしなかったですよね。っていうところもしっかり覚えておいてくださいね。そしてこの株式譲渡の合意があったかどうかがすごい争点になると。で次2つ目です。逆に DJ 社長側からすると、請求するわけです。2項と、前項の規定により解任されたものはと、その解任について正当な理由があればは除きと、株式会社に対して干渉した損害の賠償を請求することができるということでですね、 DJ 社長がもし解任がしっかりされてしまうと、それによって生じた損害ですね、その部分を損害賠償請求していくということができると。ただもちろんこれに関しては H さん側からですね、正当な理由があるんですよというふうに立証される可能性はあるんですけれども、したがって社長からすると損害賠償請求ということをこの条文からもですね、するという可能性は残っているというところでございました。したがって今回の動画を通してですね、何が伝えたいかと言いますと、受験生に対してですね、受験生に対してですけれども、会社法って結構ですね、馴染みがあるように持っていくと勉強楽しいと思うんです。もちろんその今回のこの事件というか、この事案に関しては僕は全くわからないので、そこに関しての言及は一切避けておきますけれども、かわいそうやなという気持ちはありますけれども、一旦それ避けておきますけれども、受験生指導という話をしていきますけど、やはり会社法に関してですね、今後会社法は絶対勉強した方がいいと思います。なぜかというと、行政書士さんのお仕事としても関わってくるはずなんです。それはその会社設立の仕事をするかしないかということではなくてですよ、会社設立に関する仕事をするかどうかというところではなくですね、やはりこれから法人さんに対して営業とかをしている方も増えてくると思うんです。僕は全くそのずっと資格試験の受験生指導だけをこれからもやっていこうと思っているので、なんか言ってるなぐらいで全然いいんですけれども、やっぱり法人さんとかに対して営業かけていこうってなって場合に、その法人さんがどうできてくるのかなとか、そこの仕組みであったりとか、その株式に関してもですけどね、っていうことを知っていた方がいいに決まってるんですよね。知らないよりかは、したがってそれを知っていた方がいいですし、あとは逆に20代ぐらいのそういう若い方で起業していこうという方は、こういうふうなことをしちゃう大人ってことはやはり存在しますので、そこはしっかり気をつけてやっていくっていう必要性があると思います。で、僕は幸いですね、そういうところの感が鋭いというか、結構ですね、そういう部分に関してはですね、これあれだなってなんか思うというかな、そういう嗅覚とかは割とある方だと思うので、あまりそういうケースはないというか、ですけれども、
甘い話というか、甘い話には絶対裏があるということなので、あまりそういうところをですね、過度に信用しすぎるということも避けておかないといけない。でもですね、それを一回信用する、これをしてるなんて失敗するというか、という経験があると、やっぱですね、こう、さらにいい感じになってくると思いますので、なのでですね、こういうふうな、汚い大人にはですね、騙されないようにですね、気をつけてください。はい。っていうことです。ということで、今回この動画を通して会社法に関してお話をしてみましたし、これからもですね、そういう資格試験の受験にこうつながるようなものであってね、こういうまあ身近なテーマといいますか、ってことがあった場合にはこう取り上げていこうかなと思っておりますし、あとまあ会社法に関してもですね、一応宣伝だけしておきますと、僕も講座を作っていてですね、まあノート上にですけれども、設立株式に関しては講座があって、設立に関してはレジュメ作ってます。で株式はレジュメつけていません。だから価格も若干違ってますと。ということです。で、あとはですね、期間ですね、取締役会とか株主総会とかっていうところを聞いて、例えば普通決議とかの違いとか特別決議との違いがわからないってもしなった方はですね、ぜひその YouTube メンバーシップに参加してください。メンバーシップのですね、受験生コースとか特待生コースありますけれども、そちらに参加をすると特典で、会社法の講義は見ることができる。会社法っていうのはその会社法の機関ですけどね、機関に関する講義はですね、見ることができる仕組みにはしているので、そちらよかったら利用してください。それも見ると早いので、会社法に関して僕も講座作って3つですね、設立株式機関で一応これまあこれはもうノートとメンバーシップでも分けていきましたけど、ノート上には設立株式がありますし、メンバーシップ参加をすると今現在は特典で期間見れますし、それだけ見ておくだけでも業種試験では点数取れると思うんですよね。したがってできたらですね、僕の講義を使ってですね、効率よく勉強していてください。やはりお金がかかってくるとですね、お金使いたくないと、とにかくお金を使わずに頑張っていきたいという気持ちはすごいわかるんですけど、ただその結果として遠回りしちゃってることってあると思いますし、やはりお金よりかは大事なことは時間であって、時間はお金で買うものであるとでなってくると、やはりお金を使って効率よく受かっていたが僕はいいと思いますっていう一個の意見として、よかったら聞いておいてください。はい、っていう感じでございましたので、今回のが参考になれば幸いです。あとこの事件ですよね、それがいち早くしっかりした形で解決することを願っております。以上、とわりでした。